はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。ペリズマイ様、ペリツマ様ご夫妻、大久保様、ミドリジェイ、ミドリジェイ、リョクジェイ、リョクジェイかもしれない様、ユキオ様、カズヒロ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用に充てさせていただきます。ペリズマイ様、ペリツマ様、ご夫妻なんですけれども、別々にご入金してくれるという、なんでかなってちょっと思ってるんですけれども、毎度毎度ですけれども、メール党員懇親会、来月開きますけれども、ハンドルネームでご応募可能です。ハンドルネームと、緊急連絡先ということで、携帯の番号だけお聞きしますけれども、住所その他、本名とか、明かす必要ありませんので、どんどんご応募ください。時間に来ない場合は、どうしたのなんて、連絡用にですね、携帯の番号だけお聞きするんですけれども、それ以外はハンドルネームで、大丈夫です。というか、ハンドルネームしか知らない人も結構いらっしゃいます。そういえば、昨日の話題の、日本生まれの子供と保護者に特別在留許可、在留資格付与でですね、不法滞在でも出産すれば勝ちっていうとんでもないことを自民党がやってるんですけど、これね、不法滞在者の中にはよ、日本人女性を強姦してでも子供を産ませたいって考えるやつ出てくるんじゃないのかな。ちょっと立って思ったんですけれども、そうなった場合自民党は責任とんのかって話なんですね。絶対知らん顔すっと思うけどね。スマッシュヒットした日テレドラマ、セクシー田中さんの原作者、漫画家の芦原ひな子さん、50歳死去。この方、他にも砂時計とかのヒット作がある方みたいであります。謹んでお悔やみ申し上げます。栃木県のダムで発見され、自宅には遺書のようなもの。自殺ですか？日テレと原作改編で揉めて、9話10話は自分で脚本書かれたみたいであります。もう脚本家に任してらんねえっていうことですね。世論です。かわいそうすぎる。日テレから脅されてたの？マジで日テレこれどうすんの？日テレが安易なドラマ作りをしている点を指摘したから。これは日テレ、再起不能レベル。いつも通りテレビ同士で可愛がって風化させんじゃない？経緯は、詳しいことはこうだったみたいであります。ドラマ化するなら必ず漫画に忠実に、漫画に忠実でない場合はしっかりと修正させていただく。この条件でいいか、ということで小学館を通じて、漫画発行してるのが小学館を通じて日テレさんに何度も確認させていただいた後でスタート。ドラマ、制作開始。ところが毎回毎回漫画を大きく改変したプロットや脚本が提出される。原作者が毎回粘りに粘って過失修正し、やっとの思いでほぼ原作通りの1、7話の脚本が完成する。もう作者は疲れ果ててしまう。9話10話の脚本書く時間がなくなり、ラストが不評になる。改編して毎回作者に修正されてたくせに、脚本家がインスタで評判の良かった1から8話を自分の手柄にして作者をディスる。作者がそれに対して長文で反論、作者自殺と、こういう流れみたいなんですけども、これ脚本家とそいつの所業を許した日テレのせいだよね、これね。日テレが一方的な加害者だったのは間違いないっしょうね。それに日テレはですね、総理候補の現役大臣の河野太郎が一般人の私を訴えても一切報道しないっていう悪だしね、日テレもですけど、この言論弾圧裁判を世間が知らずに河野が総理になっちゃったらどうすんだって話なんですよね。あと脚本家って原作自分のもんでもねえくせに自分の色出したがるそうなんですよ。そんなの作品の乗っ取りだよね。で、目立ちたいと。自分の作品に変えちゃって目立ちたいっていう気持ちがあるみたいで、脚本家。大体映画化とか、ドラマ化なんていうのは大体揉めますけれども、
脚本家が乗っ取り、作品の乗っ取り、てめえの作品じゃねえくせに、を企むっていう。で、それを、制作側が許しちゃうと、原作レイプとかいう、そういう風なことになっちゃうわけでありまして、テレビないんで、ドラム自体は全く見てないんですけれども、テレビ東京低予算ドラマ、勇者ヨシヒコで、貧乳ブチ切れキャラだった、コナミハルカさん主演だったんで、ちょっと見てみたい感じがしますね。昼間は地味 OL、夜はセクシーポールダンサー、になる田中さんの話みたいなんですけど、まあ地味 OL の心をギュッと掴んだんでしょうね、これね。芦原さん死去について日テレがコメント。芦原ひな子さんの訃報に接し、哀悼の意を表するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。セクシー田中さんにつきまして、日本テレビや映像化の提案に際し、原作代理人である小学館を通じて、芦原さんのご意見をいただきながら、脚本作業の話し合いを重ね、最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし放送しております。本作品の制作にご尽力いただいた芦原さんには感謝しております。まあ最終的に芦原さんが許諾したの放送してから俺は悪くないっていうですね。まあそういうことが言いたいんだろうな。全く他人事のコメントに呆れる人多数でありました。世論です。責任逃れすっげー。テラハウスから全く変わっていない完全な人事。またテレビが殺しちゃったね。最悪の事態になったのに人事かよ。などと供述しており、容疑を否認しております。原作者の約束を守らなかった日テレ柄が責められるのは必然。とりあえず日テレと脚本家の記者会見まだ。一連の流れを見て日テレが無関係だと思う人はいない。原作者に感謝していますじゃねえだろ、自殺してんだぞ、一言も謝罪ないとか、俺らは悪くねえよってことか。無感情の他人事でですね、サイコパスっぽいっていう意見も多かったであります。テレビの人間なんて実際そうかもね。葬式にズガズガ乗り込んでく記者とか、被災地で被災者の食料を奪うやつとかね、何やっても罪の意識がみじんもないっつうサイコパス向きの業界でしょうね。そうなんでしょうね。まだ完結してないらしいんですけど、セクシー田中さん漫画の方もう読めなくなっちゃいましたね。岸田総理、岸田派の裏金3059万円について全額口座に残っているから裏金じゃないもんと国会答弁。なんだその盗んだもんは返したからセーフみたいな、手つけなかったからセーフみたいな理論はさーって、世論です。でも脱税ですよね。金に名前書いてないだろ。同じ額を口座に入れるだけで OK。 残高が3059万円以上ってだけで裏金ではないと言い張ることはできないのでは。帳簿につけてなきゃ脱税だよね。出勤してもしなくても裏金は裏金、不記載で行方不明の金になったんだからその時点で裏金、それ税務署で言ったら爆笑されるぞ。そうだね。さらに岸田総理、裏金の定義を確認しないといけないと答弁してしまい傷を広げておりました。世論です。何言ってんの、何なのこのバカ、ちょっと何言ってるか分かんない、頭おかしいんやねん。帳簿に書いてない金はすなわち裏金、この後に及んで言葉遊びとは終わってる。裏金を定義するのは困難と閣議決定、裏金を定義できないから裏金はなかった、全額残ってるからセーフ、裏金の定義って、我が国総理がですね、私はバカですって絶叫してて情けないですね。全額残っていようがいまいが、帳簿の記載がない行方不明の金イコール裏金でしょ、どういったかわかんねえ彼、裏金でしょ、裏金の定義、それがそうでしょう。不記載になっててどこに消えたんだかわかんねえ不明金を裏金って言うんじゃないの、な定義なんてもう出てんじゃねえの、いう話でね。国連のパレスチナ難民救済事業機関、ウンワラっていうらしいです、略して。職員12名がハマスと関係があるとして取り調べ中。イスラエル政府、新たに国連職員190人がハマスと関係しているという文書を公表し、ロイター通信がそれを確認。一人はウンワラ、ウンラワ、ウンラワか、
そのパレスチナ難民救済機関ね、が運営する学校のカウンセラーで、奇襲でイスラエル女性を誘拐した自分の息子を手助けしていた。つまり息子がハマスと。一人はソーシャルワーカーで、奇襲で使用された車両や武器などの移動を調整していた。なんだ、ブレーンじゃねえか、ハマス。ハマスのブレーンじゃねえか、こいつ。一人は住民の10分の1が殺害された村の襲撃に自分が参加。うわぁ、ハマスそのものじゃん。一人は360人以上が殺害された音楽祭が行われていたレイムでの攻撃に自分が参加。などなど、氏名と罪状が、詳細に書かれていたそうであります。世論です。これもうハマスだろう。前から言われてたことが確証得られたのか。WHO もそうだが、もう国連は機能していない。国連は機能不全どころか、世界を混沌とさせる組織。そりゃあ支援物資も武器弾薬に化けるわけだわ。横流しだけならまだしも、自分もテロに参加って。予算がないない言ってたのはそういうことか。欧米が支援予算の拠出を打ち切るのは至極当然。これもハマスが国連機関だろう。国連職員自身がテロに参加していたテロリストだったっつうのには、さすがの私も驚きましたよ。しかもね、ハマスの兵団にも関わってたって、これもパレスチナ難民救済事業機関がハマスの頭脳だよね。ハマスそのものではねえの。こっからハマスに指令出してんだねえのかっていう疑いもありますね。支援金だってどうせ難民の食料じゃなくてですね、ハマスの武器弾薬にバケツさんじゃないのか。こんなとこに金出し策にはいい面の皮ですよね。日本政府はこの難民救済機関だけじゃなく、国連自体の拠出やめだな、負担金の拠出やめだな、何十年経っても敵国条項外れねえし、80年近く経つのに、成り立ちからしてですね、国連って反日、反独、反意組織なんだからさ、だって戦勝国連合っていうのもね、まだ諦めずにですね、金くれって言ってるみたいですけれども、この難民救済機関、何が救済だって話なんだけど、こういう時こそ、アラーが救ってくれるから大丈夫でしょ。そのために普段から豚食わないとか、一日5回祈るとかやってんでしょうが、そのために。アラーが救ってくれるよ。我々、生きようとの金当てにしてんだねえよ。普段は生きようとは殺していいぐらい言ってんだからさ、こいつら。その後のニュース。群馬県朝鮮人慰霊碑、朝鮮人慰霊碑、撤去について朝日新聞、信じられない暴挙と発表。撤去に至った経緯なんですけど、支援団体、政治的行事を行えないから設置を許可して、群馬県、それならいいよ、支援団体、政治的行事をやりまくる、毎年毎年、群馬県、設置許可を更新しない支援団体、不服、訴えてやる、最高裁で敗訴、群馬県、速やかに撤去せよ、支援団体放置、群馬県、大執行する、撤去費用はお前らに請求する、朝日暴挙、社説の内容はですね、最高裁判決よりも自分らのお気持ちを優先しろっていうもので、さすがね、共産主義の独裁国家、法治国家じゃないとこに憧れる朝日は言うことが違うな、法令軽視または無視なのは、まあ、共産党と一緒ですよ。でももうみんな知ってますよね、朝日の逆が正解だって。解散はしないと宣言していた茂木派から、ドリル・オブチを総理に推したい議員10名程度が離脱を匂わせ、茂木やっぱ解散する、今後は政策集団となる、茂木派はなくなるみたいであります。ドリル・オブチを総理に推す人っておるんだ10人も、ドリル総理でなんか美味しい利権でもあるんですかね、ドリル利権みたいなのがあるんですかね。野田聖子、最初で最後の大勝負に出る、総裁選に意欲、前出馬した時は大勝負じゃなかったのかよって、それと前出てんだから最初でっていうのはおかしいだろって大好評を博しておりました。日本語よくわかんないみたいですね、得意じゃないみたいですね、野田聖子。
経団連が求めたノービザ訪中再開について中国政府検討するが来日中国人にも南下して、相互主義を言い始める。一般日本人は訪中なんかこれっぽっちもしたくないんだから経団連は余計なことしてんだねと、なんとなく逮捕される国に誰が行きたいんだと、それと中国はですね、都合いい時だけ相互主義持ち出すなって話。中国で日本人困ってても生活保護なんかもらえませんけれども、神戸市がね、中国領事館に、生活保護の中国人の面倒見ろよっていう要求にですね、あれがあれなんで引き続きそっちで面倒見てって文書で回答してきたんですよ。恥知らずですよね。恥知らず。日本人ばっかりなんで外国人の面倒見なくちゃいけないのか。世界中どこでも、そこで日本人が困ったって、その国生活保護なんかくれやしねえよ。なんで日本ばっかり外国人に生活保護はくれなくちゃいけないのか。すごい疑問なんですよね、私。議会でもそう言いましたけれども。米国で電気自動車の弱点が広くバレ始める。普通乗用車で300キロぐらい、トラックや SUV、ランクルみたいなのか、では1トンぐらいも車重が重いんでタイヤの減りが早い。ガソリン車の5倍の交換が必要な車もある。さらに寒波でですね、何十台も立ち往生し、テスラ株が 12% 急落した模様。ハイブリッド車はどうなんでしょうね。やっぱガソリンエンジンだけの車よりは車重重いんだろうな。10万キロで電池交換が必要って聞くけど、ハイブリッド車もね、それにもお金かかっちゃいますね。維持費で見ればガソリンの軽が最強なのかな。軽いしタイヤも変ねえし燃費もいいし、でね、車が軽いのは正義ですよ。ゴジラマイナス 1.0 が米国で歴代外国語映画ランキング3位に入る快挙。2位は1997年イタリア映画 Life is Beautiful。 1位は2000年アメリカ中国台湾香港合作グリーンディスティニー。何がそんなにアメリカ人に受けたんでしょうね。ポリコレないとこでしょうか。河野太郎、ローマ字入力よりカナ入力の方が絶対早いのにとツイート。知らねえよバカ、余計なお世話だと大好評を博しておりました。順調に嫌われてるようで何よりであります。94% の人がローマ字入力してるみたいなんですよ。あとね、カナ入力してるのは一本指のおじいちゃんたちだって。おじいちゃんたちだって。カナ入力、ブラインドできる人あんましいない。そりゃ早いけどさ、ワンタッチで1文字出せっからそりゃ早いんですけど、なんせ数が多いんで、場所覚えなくちゃなんない数、50箇所ローマ字だったら27ですか、26、倍あるんでブラインドできる人あんまいないって話。こいつパソコンで仕事したことないんじゃないかという疑惑も皆さん口々に話し合っておられました。まあ何にせよ順調に嫌われてて何よりであります。というわけでメール当院限定懇親会、ハンドルネームで、応募できますんで皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。